皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is 進撃の巨人のファイナルシーズンのパート2の4話でございます。はい。そして前回のエピソードでは、なんか、巨人ユミル、まあ、ユミルの神様みたいなところに行きましてですね、誰が行ったのかというと、エレンと、ジーク君がですね、エレンがなんかガルビじゃなくてガビに殺された瞬間に首がこうやってプルルルッと飛んじゃってガチャンってこうジークの頭にジークの手に頭が入ったみたいな、まあキャッチボールみたいな感じでねのように入ったと思うんですけど、そこでその瞬間にまだ双方2人ともが生きている状態でユミルの世界に転移されちゃってですね、そのユミルの世界の方で長年何百年もしかしたらがこの一瞬何か時間が止まっているかのようにねずっとそこに入ってて、でジークが普通に生きてんだけど、もう一人くんエレンが死んでるちゅうか、まあ死んでんねんけどなんか再生しよってる。なんで再生できるのか、それは説明されてないけど、まあいいや。そこでジークがなんか長くあの悟空とベジータかのようにね、どんどんなんか強くなっていったんやねんか。それで子孫の巨人の力が使えるようになっちゃうとかね、なんか魔法使えるようになるみたいな、鎖はこれは わしが作れるわみたいな、なんたらかんたらね、とりあえずそういうのがあって、これであの後ろの坊やのエレンが起きた時に、よし、なんだ、罠をかますぞ。実は、わしは、その、安楽死計画、賛同してません、みたいな。だけど、それは全部、ジークが、見通しの通りで、そうか、お前も、うちらの、おとんの、犠牲者となったのか、しゃあない、ってなって、お前さん悪くないわ。これはもう、おとんが悪いのよ、みたいな話になって、そこでどうなったのか分からん。そこでストップ。でもジークの勝ちっていう感じにもなったんですけど、ここでおそらく安楽死計画を仕立てるのだと思うんですが、さてどうなるのだろうか。Let's go start! ファー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 。あ、時は止まっていないんですね。もう。赤ちゃん。が生まれているかな。安楽死計画をイメージ、待てや、これエレン違うわ、二人がなんか見てるのね。これはエレンだね、きっと。民族主義ね。わお。めちゃくちゃなんか洗脳を返すんだ。まあ洗脳を解こうという気持ちで洗脳し返す。忘れてねえだろうが、お前が裏切ったやろ。お前が裏切ったでしょ。なんかあんまさ、ジークが罪悪感なさそうやな。で、この民族主義とやら、どうやって作ってるのか。それはもう分かっとるよ。今となっては。妻も息子もただじゃ済まない。だがその危険を犯し続ける。なぜだか分かるか。これエルディア人助けるためちゃうの。このクソ親父はエルディア復権のた
妻子をクソダメにしてるようなクソ野郎だからだ。おう、言っちゃったね。俺は間違ってた。何が間違ってんの？え？洗脳が解けたよ。おい、嘘つけ。そんなお前、一瞬で鵜呑んでるみたいな。焦らなくていい。エレンはもう信じられない。エレン、すぐに嘘つくからね。この一瞬でもう、洗脳が解けた、みたいな。信用できるかーって。あ、いた、アッカーマン。アッカーマン。あ、これって、確か。まさか、こんなに早く突き止めていたなんて。ここはなんだ？壁の王の根城だ。そんなはずはない。すげえな。何があったんだろう。これを見るべきじゃ。え、ジークもなんかすげえ顔してんだけど。何このショックフェイス。やっぱ無理だ、僕にはできねえよみたいな。もう一回見直してんの？最初から。全然違うねんな、今のギリシャとお前の知ってるギリシャ。なるほど。二人目の息子は愛されていたらしい。復権派の使命を中断するくらいに。そうだよね。俺とはまるで大違いだな。さすがに前回の失敗を踏まえているようだ。だが実際お前は父親の都合通りに動いている。それはなぜだ。でもそれはお前らが襲ってきたからじゃないの？お前らが襲ってきて、こう、パラディとやべえ羽目にしなかった。お、ごめん、ジーク、言うとるやん。ジーク。え？見えてんの？そこにいるのか。え？見えてんの？え？ゴーストみたいな感じでわかんの？やべジー君みたいな顔しやがんな。ジー君あんなひげづらおじさんなわけないだろ。ひげづらおじさんだよ。見えてんだ。次だと。逆にジークが。おー、ノー！ジーク！お前牛耳られてるぞ。牛耳られてるって合ってる？日本語。ちょっと待って。牛耳るってちょっと意味確認する。牛耳る。英語。Cow ears。ちょっと Cow ears じゃないだろ。まあ分かった。こうやって耳を持ってるからね。牛耳るってことね。合ってると思う。逆にもう、エレンが、ねえ。最近もうジークの方はって顔してるからな。エレハンもうサプライズなくなってる。本当は自分のお父さんめっちゃいいやつだったかもしれないって、もしかしたら思うようになるかもしれない。ジークターン。それなんかイグドラシルになる金髪の女の人ってヒストリアなのかな。なんていうかこう王家の地位をイメージするイギドラシル。待て、今の何だった？一瞬だけこういうキャンドラブラみたいなやつが見えたんだよ。ユダヤ教のハヌカのこういうろうそくのやつみたいな、逆さまになってるのはあった。グリシャはお前を愛し自由に育てた。お前は父親に洗脳なんてされていなかったと。だから無駄
をさまよう前にな。だとしたらなぜお前は俺を裏切った。父親に何も知らされぬまま巨人を継承させられ、父親の望み通り戦い続けている。それは俺の道でもあるからだと。どうなんだろうな。世界征服ではないでしょう。マーレを倒すこと、自分の家族を復讐するため。まあちょっとなんか攻撃的な人なんですよね。そうだよね。こいつ結構進撃の弟だよ。オーノー、ジーク攻められてる。自分が裏切って最後までお前そういう口調だね。全てはお父さんのせいだと。いいか、エレン。始祖の巨人の力は俺の手の中だ。よかったやないか。乱落死計画はいつでも遂行できる。やればいいじゃないか。じゃあ話してんじゃねえと。俺はお前を決して見捨てない。ほんとね。俺にそうしてくれたように、世界を救う前にたった一人のお前を救いたいんだ。やれやれですわ。滅んでなどいないか。大層な遺言を残してくれたもんだ。それをしまってどうかエレンに見つけられるようにとしたのですが、まあまさかそんなに時間経つと。え、今回も見えてるんだね。いやーこれやん。いやーこれ覚えてるよ、このシーン。なわけないでしょ。全部ミカサに。ミカサ、そうだよ、 100% そうです。最初からね。ジーク、いつもって感じてんねんけど。お前びっくりしすぎやろ。そうなんだよ。そうなんだよ。エレンは飛んでいきたい存在だ。この時から
やっと話そうとしていたんだけど、もう無理なもんですね。もう、あ、違うわ。見せたんだけどさ、記憶がないだけだよね。記憶なくなったんだよ。自分が自分のお父さんを食った記憶。そうだった。本当は食べるつもりで来たんじゃなくて、喋るつもりに来た？できないと。そんなことできるわけがねえと。やばいこと言うね、おい。巨大な力に対し人はあまりにも弱い。私は巨人大戦の悲劇で悟りました。誰かが人の手から巨人の力を守らねばならないと。だったら自分の家族のために殺したっていう話かな。こいつらは死のうとしてるんだよ、逆に。シクソやん。そりゃそうや。今超怒ってるね、エレン。多分ギリシャと全く同じ気持ち持ってるんでしょうな、今。それな、まったく。それが、おい、だったら自分の旅を見捨てるのか。クソやん。クソすぎるだろ。ここでエレンがめちゃめちゃ怒っとる。ジークが、おい、おい、やべえで、エレンやべえ顔ってなってる。なるほど、それが進撃の巨人のあれか。進撃の巨人はみんな結構なんか怒りっぽいんだ。エリンさっき言ってんねんけど。え？未来見えんの？じゃあお前見えたんだ。家族を食われちゃうの。そういうことなんだ。エレンもずっと未来見えてんの？で、シンギキちゃんになってみんなを食べるのじゃ。だけどエレンがなんか、ああやめた、できねえと。無理だ。代わりにエレンがやったとか。
エレンに刺せられたの？ここでエレンがナイフを取って手を切らすのかな。他のやつら逃げながらやべえこと言ってる。まあまあまあ、襲いかかったん？やば、エレンが。やば。すべてはエレンが追い張ったんだ。すごいね。これ過去を変えるための力でもあるのか。エレン、エレンちゃん、わー、そういうなんかちょっとルーパーみたいな、どっちが先だったのか、時空を超える話になりましたね。だいぶサイエンスフィクションとかになりましたね。ジークが、Oh my god! お前を持ってくれんじゃなかったわ。ジーザス、こんなことになるなんて、思っちゃいなかったと。おっと、そこでお父さん、殺したな。やば、やばエレン。パパもエレンの手で動いたんですね。安否ねえよ。彼らすぐ食べられちゃうんだよ。いるんですよ。なんかいろいろすげえことになってんだけど、怖いぞ。え？ねえ、すごいヒゲじじいになった。わあ。This is some crazy shit。本当に。こいつ進撃の巨人持ってるから。こうやって未来見えてるってこと？つながってんのか？特別な力っていう。でもエレンは復讐者だ。やば、もうエレン止められないだろう。このモーゼスみたいな顔しやがるジークが覚醒したエレン勝てこねえと、なんかよくわかんないんだけど、これ全く。とりあえずエレンは世界征服を考えてるのかな。まあエレンが実は悪魔だみたいな話になってきたな。
なんだろう、ジークが実はみんなを守る英雄とかするのか。まあだってさ、お父さんどちらかっていうとエルディア守ろうみたいな感じじゃん。ジークはエルディアを殺せみたいな感じなのに、二人ともが、え、エレンやばいで、エレンあかんで、たまにエレン、あ、抗うしかないって、悪魔の子っていう曲だよ、この ED は。まるでエレンが悪魔の子って言ってるかのような。エレンちゃん、なんかすごい面白い回想のエピソードでしたね、これは。すごい面白かった。待って、ちょっと目型巨人みたいな。はあ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 、また過去の話が続くわけですね。 Number 80はもう会ってきた。やべえな、このストーリーって長いものですわ。皆さんご視聴ありがとうございました。ベイビーズからも皆さんバイバイ。バイ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 、じゃん。